山田兼松は日本の男子マラソン選手、香川県境出町出身。1928年のアムステルダムオリンピックのマラソンで4位に入り、日本人として同志木で初めて入賞した。1948年1903年、境での塩田業者の家に生まれる。子供の頃から塩田での作業に従事していた。当時の塩田では広い浜辺を走り回る作業が多く、 従事する人々は自然に足腰が鍛えられた。1920年のアントワープオリンピックで近隣の歌津出身の大浦止めしが5000メートルと1万メートルの代表として出場し、帰京の際に境での青年によりオリンピック歓迎マラソン大会が実施されたことで塩田勤務者を含めた地元民の間にマラソンや陸上競技への関心が高まることになった。 そうした周囲の状況に刺激されて、山田も陸上競技を目指した。塩田作業の終わった夜に、さらに陸上のトレーニングをしていたという、1927年の阪神国道、開通記念クロスカントリーに優勝。翌1928年のオリンピック予選会で優勝して、念願の代表の座を掴んだ。8月5日の本番では、序盤から戦闘集団に入り、 中盤からはトップに立った。40km 地点では2位に 200m 近い大差をつけ、日本のマラソン初優勝は確実かと思われた。ところが思わぬアクシデントが山田を襲った。右膝が激痛を発したのである。東後、山田はベルリンで練習した時にすでに膝を痛めて2日、練習を休んでいたが、感知しないままアムステルダムに入り、全コースの思想も行うなど、 硬い石畳の道で走り続けたことで膝に重い負担がかかった。山田のスピードは急激に落ち、そこをフランスのエールワフィはじめ3人の選手が追い抜いていった。それでも山田は痛みに耐えて2時35分29秒のタイムで4位でゴールし、マラソンで日本人初の入賞者となった。朝鮮半島出身の孫規定を別にすると、 最終的にメダルにこそ届かなかったものの、ゴールの近くまでトップにいたという点では、日本の男子マラソン史上、森下博和と並んで、オリンピックの金メダルに近づいた選手である。この記録は公認のマラソンコースにおける、当時の日本最高でもあった。オリンピック後も、大阪、東京間400マイルマラソンを8日間で走って、優勝するなど、見脚を披露した。山田の偉業を称えて、 香川丸亀ハーフマラソンにおいて、山田金松明の表彰が行われている。ありがとうございます。